どうも皆さんこんにちはチャックバスです。本日はですね、JAL のライフステータスポイントってありますよね。2024年から本格的にね、始動したわけなんですけども、このね、ライフステータスポイントっていうのは、こちらのね、サービスを利用すると、え一定基準をね、超えるとポイントがね、もらえる制度っていう風になるわけなんですけども、実際ね、どういった感じで利用して、いくらぐらい使えばですね、ポイントが溜まっていくのかっていうのはですね、今回ね、まとめて紹介していきたいなと思います。 ということで、JAL のね、ライフステータスポイントですね。いろんなね、サービスでこのね、ライフステータスポイントが溜まっていくわけなんですけども、こちらをね、貯めないともうね、JAL のグローバルクラブ、JGC にはね、入会することができなくなってしまいましたよね。ですので、 ステータスとかね、今後取っていきたいよっていう方は、まあこのね、ライフステータスポイントね、稼いでいくしかね、まあないわけなんですけども、まあ実際ね、いくら使ったらこのポイントが付与されるのかっていうのが、この公式サイトをね、見ていても、まあいまいちね、想像がつかないっていうふうになりますので、今回ね、私の方でまとめてね、見ましたので、ぜひね、参考にしていただければなと思います。 で、このね、ライフステータスポイントなんですけども、まあ、スターグレードっていうね、得点もございまして、250ポイント、また500ポイントで、1500ポイント超えると、まあ、JGC に慣れて、それ以降もね、ポイントがどんどんね、上がれば上がるほど、得点がね、受けれるようになっているわけなんですけども、このね、ライフステータスポイントのいいところは、獲得してね、 ポイントがなくなることはないんですよね。増える一方っていうふうになりますので、まあ短期的にですね、利用していただくっていうのは、まあ一気にお金がかかってきてしまう部分もございますので、まあできればですね、いろんなサービスをね、利用して、JAL 経済圏じゃないですけれども、まあこういった感じでですね、JAL のサービスにね、まあいろいろできるだけ利用してポイントを貯めて、で JGC になっていくみたいな、まあこういった感じで利用していただくのがね、いいのかな、なんていうふうに思いますので、 気になる方は是非ね、最後までご覧頂ければなと思います。 はい、ということで、まずこちらね、スターグレードということで、JAL のライフステータスポイントをこういった形で貯めていただくと、え得点がね、受けられるということで、まあ、250ポイントからね、得点がついております。まあ、詳細はね、まあ、以前やりましたので、今回ね、詳しくは紹介しないですけども、250ポイント、500ポイント貯めるとね、桜ラウンジが利用することができるクーポンとかもね、もらえて、これもね、国際線とかでも利用することができますので、非常にいいですよね。で、1500ポイントね、達成していただくと、この JGC っていうのはね、獲得することができて、まあ、さらにね、上を、ポイントね、貯めていただくと、さらにね、 得点が利用することができるっていった形になるんですよね。で、これのね、ポイントがこちらですよね。ライフステータスポイントとはということで、積算対象サービスをね、利用していただくと、ポイントがね、溜まっていくということで、まあ本当にね、今まで JGC にねなるよりかはですね、かなりね、ハードルが上がってしまったわけなんですけども、まあここら辺をね、利用していただくと、ポイントがね、貯まるっていった形になるわけなんですよね。 こちらをですね、私の方でね、まあ、どのぐらいね、利用して、どのぐらいお金を払ったらですね、このポイントがね、獲得することができるかね、えー、ちょっと目安をね、計算させていただいたわけなんですけども、こちらがね、その一覧になります。まず国内線の利用に関しては、えー、指標が回数になりまして、1搭乗に対して、えー、5ポイントがもらえます。こちらね、国際線はね、区間マイルなんですけども、 国内線に関しては回数で5ポイント獲得することができるっていうふうになりますんで、まあ基本的にはですね、いろんなサービスね、利用していただいて、えー、ポイントね、貯めていただきたいなと思うんですけども、先にね、結論を言っちゃう感じになりますけども、この国内線の利用っていうのはですね、非常に おすすめです。先日のね、あの JAL のタイムセールとかでもありましたけども、沖縄の離島とかね、え1本飛んでいただくだけで、まあ、4600円ぐらいでね、あの先日利用することができたわけなんですけども、まあ、そういったのを乗っていただいてもえ、5ポイント獲得することができてしまうっていうふうになりますんで、国内線の利用でね、貯めていただくっていうのは、 非常におすすめですね。やはりね、1登場で、まあ1ポイントではなくて5ポイント貯まりますんでね。やはり国内線の利用っていうのは、ね、非常におすすめです。で、国際線の利用に関しては、えー、先ほど言った通りね、指標は区間マイル、点区間ごとに、まあ、5ポイントっていうふうになりますんで、まあ国際線はね、結構値段がね、高くなる傾向がございますので、ちょっと目安はね、まあ、出しづらいなっていうところなんですけども、 ま、選区間ごとにですね、まあ、5ポイント貯まるっていうふうになりますので、国内線と国際線でどっちがいいかっていうと、もう完全に国内線の方がね、まあ、おすすめって言った感じになります。で、次に JAL カードですね。JAL のクレジットカードを利用していただいて、指標はマイルで、積算基準は2000マイル獲得するごとに、5ライフステータスポイントをね、獲得することができるっていうふうになります。一応積算ミランで全部ここに記載させていただきましたけれども、まあ、これはま、そんなに気にする必要はないのか ななんていう風に思うんですけれども一応ね。記載させていただきました。で、jal カードの場合はですね。まあ、1%還元のクレジットカードで仮定するとですね。20万円決済していただくと。 1%20 万円で2000マイルが貯まりますので、まあそれでね、5ポイントが獲得することができますよっていうふうになりますので、まあこれだけでですね、JGC 狙おうとかね、考えると本当にとんでもない金額になりますので、まあこれだけで利用するっていうよりかは、まあいろいろね、クレジットカードも含めて利用していただくのがね、おすすめっていただきになりますね。で、次に JALPay なんですけども、 先日ね、クレジットカードからもね、チャージすることができるようになった JALPay なんですけども、まあ、基本的に JALPay っていうのは、まあ、決済をして、このライフステータスポイントを貯めていただくっていうのは、あんまりね、お勧めすることができないって言いた形になります。0.5%還元になってしまいますので、JALPay の場合はね。で、またね、JAL カードから JALPay にチャージしていただいても、マイルが獲得することはね、まだキャンペーンやって ておりますのでキャンペーン中はね取れたりするんですけども1回だけしかも5万円ぐらいまでしかねまあ、利用することができませんのでこの jal ペイでねこのライフステータスポイントを獲得していくっていうのはねまあお勧めすることができません0.5%還元なんで10万円決済してやっと1ポイントっていうふうになりますんでね jal カードの場合は20万円決済すれば5ポイント獲得することができますんで20万円決済しても2ポイントしかね獲得することができませんのでまあ、基本的にね jal カードで決済して利用していただくのがね、おすすめって言いた形になります。で、次にジャルモールですね。こ,このね、ジャルモールっていうのはですね、ジャルのね、おらんな商品があるわけなんですけれども、100円に対してね、1マイル貯まるんですよね。さらにね、ジャルカードで支払っていただくと、さらにね、マイル貯まったりいたしますので、まあこちらはね、あの基準でね、1万円で1ポイントって記載させていただきましたけれども、まあ実際はね、ジャルカードとかで支払っていただけば、さらにね、マイル取れるっていうふうになりますんで。 ジャルモール内のお家で機内販売以外はね基本的に対象っていう風になりますのでこれもね結構いいのではないのかなと思いますで次に、えー、JAL ウェルネストラベルですねこちらは、えー、指標が、えー、登録期間も含んだ、えー、期間がね、えー、対象になっておりまして積算基準は1ヶ月で1ポイントが貯まるでまたねこちら JAL ウェルネストラベルっていうのは、まあ、歩いたらねマイルがもらえるようなね あの、運動したらみたいな感じなんですけれども、これで無料期間でももらうことができますので、これはね、サクッともらっとけばね、いいんじゃないかなと思います。特にお金かかんない期間でも、1ポイントね、取れたりいたしますので、これはね、とりあえず利用していただくのはね、 おすすめです。それでは次に JAL 電気ですね。JAL 電気の指標はマイルで1マイル以上獲得していただくと1ポイントがね、獲得することができるんですけども、マイルを獲得してね、もらえば1ポイント取れるんですけども、上限が1ポイントっていう風になりますので、 毎月取れるっていう風になりますけども、いくらね、マイル獲得したとしても、えー1えー、毎月1ポイントっていう風になりますので、ね、まあ年間12ポイントがね、獲得することができるわけなんですけども、えー、このね、JAL 電気っていうのはですね、こちらになるわけなんですけども、下の方にね、記載があるんですけども、 比較対象となる電力メニュールについて燃費調整量に上限がある場合、JAL 電気には上限がないため、燃料価格高騰した場合に JAL 電気の方が燃費量調整額が高くなる場合がございますということで、今ね、この電気っていうのはですね、あんまりね、あの、気安く昔はね、ポイ活とかでね、変えていただくのはね、結構おすすめだったんですけども、今ね、下手に変えてね、 あのお金高くなったりしてもね、意味ないので、まあ、これはちょっとね、あんまりお勧めできないかなっていうところですかね。で、次に機内販売ですね。指標はマイルで、積算基準は100マイルで、ライフステータスポイントは1ポイント。 獲得することができます。こちらもねえ、1%のクレジットカードであればえ1万円決済していただければですね。1。ポイント獲得することができる計算にはなるわけなんですけども、もまあ、jal の機内販売もですねえ。jal のクレジットカードで支払ったらね。10%オフになったりね。あの100円でプラスマイルもね。ついたりいたしますので、一応1%還元でね。計算させていただきましたけども、まあこの jal の機内販売ね。私もいつもね。ビジネスクラスとか乗るとね。あのお酒買ったりしますので、まあ、これでね。1万 とか利用する機会のある方はですね結構いいのではないのかなと 思います。で、次に JAL のパックツアー国内外ですね。こちらの積算基準はツアーマイル、ご利用1回につき、国内は1ポイント、海外は3ポイント獲得することができます。こちらね、結構調べてみたんですけども、これはね、この JAL のパックツアーってのはまあ飛行機とね、ホテルがセットになったね、えー、ものなんですけども、まあ大体ね、国内でも3万5千円ぐらいしますし、まあ海外だとね、もう3泊とかね、 なっちゃいますので、そうすると20万超えてきたりいたしますので、このライフステータスポイントをね、あの目的に利用するっていうのはね、あのお勧めすることができません。次はね、JAL のふるさと納税ですね。この JAL のふるさと納税はですね、指標が寄付額で5万円寄付していただくことに1ポイントがね、もらえるって言った形になります。で、こちらですねえ、寄付額っていうのがですね、このふるさと納税っていうのは、 これ楽天のね、簡単シミュレーターなんですけれども、年収によってね、このふるさと納税できる額っていうのは決まっておりますよね。ですので、ご家族のいる方でですね、配偶者の方が、 働いてない方で、子供がね、二人いる方で計算してみると、大体490万円ぐらいの年収がある方は、こちらね、寄付5万円がね、できるっていうふうになりますので、こちらもですね、よくね、あの、シミュレーションで、あの、ご自身でね、5万円寄付していいのかね、チェックしてからですね、利用していただいて、5万円ね、あの、寄付しても OK な方はですね、こちらはね、 普通に利用していいのではないのかなと思います。まあ獲得ポイントはね、1ポイントなんでちょっと渋い部分はございますけども、まあふるさと納税はふるさと納税なんでね、まあこちら返礼金もとかもね、もらえますので、これはね、いいのではないのかなと思います。次に j a l p イの両替ですね、こちら指標が 両替マイルで、積算基準は300マイルっていう風になるんですよね。こちらね、前回の動画でもね、お話しさせていただきましたけども、この j a l p イっていうのはですね、両替でね、マイルを獲得することができるんですよね。で、これが、こちらですね、ショッピング ATM コースにね、加入していただければ、両替1000円ごとに7マイルが獲得することが できるんですよね。で、これがえ、日本円から当社が取り扱う14通貨に両替した場合に限ります。また、外貨から円え、外貨から外貨の両替時は対象外ですということで、円から外貨にした時だけえもらえるサービスっていう風になるわけなんですけども、こちらね、両替するだけでマイルがもらえるんですよね。1000円で7マイルですね。で、こちらの対象通貨が、 え、こちらにね、記載があるわけなんですけども、米ドルとかユードルとかもね、利用することができて、1000円両替していただけば7マイル。しかもね、JAL グローバルウォレットね、こちらのプリペイドカードがあればですね、現地でね、一律200円の手数料で、海外でですね、ATM で出勤することができるっていうふうになりますので、これはね、お金を使うのではなくて、 お金を外貨に交換するだけでマイルがもらえて、しかも指標はね、マイルっていう風になりますので、両替していただければですね、マイルが貯まって、そのマイルでライフステータスポイントがもらえちゃうっていう風になりますんで、これがね、一番おすすめです。 これね、1000円で7マイルが獲得することができるっていうふうになりますんで、計算すると大体4万3000円ぐらいね、両替していただければ、この300マイルにね、到達するっていうふうになりますので、海外行くタイミングでですね、ある程度両替していただいて、こちらね、両替するだけですからね。で、またね、先ほど言った通りですね、この JAL グローバルウォレットがあればですね、ATM でですね、一律200円で、 ATM でね、現金出金することができますので、それ持って帰ってくればですね、普通に日本円にね、まあ手数料はかかってしまいますけども、日本円にね、チェンジすることもできますので、これはね、めちゃくちゃいいのではないのかなと思います。これね、両替だけでマイルがもらえるのもね、非常にいいサービスだと思いますし、 この300マイルに対してね、1ポイントが獲得できるっていうふうになりますんで、まあ海外旅行行けばね、大体4万3000ぐらい使うんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、まあ使わなくてもいいんですけどね。はい。ですので、この手でね、利用していただくっていうのはね、非常にいいのではないのかなと思います。それでは次に JAL の ABC 宅配ですね。こちらは、私のね、 か、動画で結構ね、話していますけども、手荷物宅配サービスってクレジットカードにね、付いてたりしますよね。アメックスのクレジットカードだったら往復ついてたりね、するわけなんですけども、こちらね、JAL の空港宅配サービスっていうのが、JAL の方でサービスしてるんですよね。 これの利用でもマイルが貯まってライフステータスポイントもね、貯まるって言った形になります。で、こちらの指標がですね、マイルっていう風になっておりまして、200マイル獲得ごとに1ライフステータスポイントが獲得することができます。で、こちらね、利用していただくとですね、大体関東往復で4500円ぐらい利用して1ポイントがね、獲得することができる計算っていう風になるんですよね。出発到着だけ利用していただくと100マイル。往復利用して いただくとえ200マイルっていう風になりますのでま200マイル到達するとですね1ポイントはね獲得することができるっていう風になりますので ちょっとね、サイズ別、こちらは私の場合のね、神奈川から、えー、羽田空港のね、料金なんですけども、だいたい120サイズで4240円、まぁ、あ、140サイズで4700円、160サイズで5040円っていう感じで、まあ、ちょっとサイズによってね、値段は変わるわけなんですけども、まあ、これでね、JAL カード会員の方であればですね、200マイルね、獲得することができますので、まあちょっとね、あの、クレジットカードにね、このサービスは付帯している部分がございますので、まあ、無理して 利用するっていうのはね。ちょっともったいないですけども、そういうサービスね。利用することができない方はまあ利用してもねいいのではないのかなと思います。やはりね。これ関東オフで普通に4500円とかかかるっていう風になりますんで、アメックスのクレジットカードね。グリーン以外のプロパー限定にはなりますけども、これがついてるってやっぱりすごいですね。 で、次に、JAL 手ぶら宅配ですね。この JAL の手ぶら宅配っていうのはですね、こちらになるわけなんですけども、先ほどのね、手荷物宅配と一緒に、プラス220円払っていただくと、海外への到着空港のターンテーブルで手荷物が受け取れて、プラス220円で、しかも、最大200マイルも貯まっちゃうということで、これ、めちゃくちゃいいですよね。私も今度ね、JAL 利用する際はね、 これちょっと利用してみたいなと思うんですけれども、まあ、自宅から集荷してもらってえ、空港をね、スルーしてそのまま海外の到着空港までえ手荷物ね、受け取らないでね、利用することができるっていうふうになりまして、料金自体はですね、先ほどと一緒で積算もね、一緒なわけなんですけれどもえ、手ぶら宅配っていうのを利用していただくと、プラス220円でね、利用することができますので、まあたい5000円ぐらい。まあこれはもうサイズによるんですけどね、まあたい5000円ぐらいで、え、プラスね、 ライフステータスポイント1ポイントがね、獲得することができる感じになります。次に、海外 Wi-Fi レンタルサービスですね。積算賞はマイル、200マイルごとにライフステータスポイント1ポイントが獲得することができます。目安は、アメリカ・ニューヨークの場合で、1日920円で3日間の利用で200マイル獲得できて1ポイントっていう感じですかね。まあ正直ね、こちらはね、あんまり かなっていうところですね。というのももう、この Wi-Fi レンタルサービス時代がですね、ちょっとね、これから利用する方もね、少ないですよね。はい。まあ、家族がめちゃくちゃ多い方っていうのはね、この Wi-Fi レンタルサービスの方はね、まあ、安くなったりするかもしれないんですけども、まあ、基本的に今ね、eSIM がすごいね、便利になってきておりますので、まあ、SIM カードもちょっとめんどくさい交換するのはね、もう eSIM でいいじゃんみたいなね。 はい、感じにもなってきておりますので、まあ利用されるっていうのは、まあやはりね、家族が多い方で一人一人 sim カードね、あの登録するのはちょっともったいないよっていう方はこちらいいのかな、なんていうふうに思うんですけれども、まあ結構ね、あの機械を借りるっていうふうになりますんで、まあこれの保証とかもね、入っていくと結構なんだかんだお金かかったりいたしますので、まあそうなるとね、まああんまりおすすめはね、できないかなっていうところですかね。 ですので、まあ、これで計算すると、まあ、たい2700円ぐらいで、1ポイント獲得できるっていう感じになりますかね。まあ、これもね、場所と、あと、端末の保証入れるか入れないかとかでね、値段変わってきちゃう部分がございますので、まあ、こちらはね、興味のある方はチェックしてみてください。で、次にですね、この海外 Wi-Fi レンタルの次に、えっとね、海外携帯レンタルサービスっていうのも一応あるんですよね。それが、これかな はい。まあ、これはね、利用する人も,もういないと思いますので、これはちょっとね、飛ばさせてください。 次にポケトークですね。ポケトークはね、結構いいんじゃないかな、なんていうふうに思っておりまして、えー、積算指標がマイル、200マイルごとに1ポイントがね、獲得することができます。で、4%還元なら、500円、5000円の利用で1ポイントということで、まあ5000で4%だったら200マイルになるんで、1ポイントはね、獲得することができる感じですね。まあこちらね、日数と、え、利用先の国によってね、また変わったりいたしますので、一応ね、100円ごとに j b b 会員の方はね、 100円ごとに2マイル貯まって、ショッピングマイルプレミアム入っている方はね、100, 100円で2マイル貯まりますので、これはね、結構いいんじゃないかな、なんていうふうに思います。まあ、先ほどね、ちょっと見積もり取ったらですね、えっと、4千、3日間で4000、アメリカでね、アメリカで3日間で4000とかだったんで、まあ、5日間ぐらい利用すればね、5000くんで、まあ、ショッピングマイルプレミアム加入されている方で、JAL カード決済すればですね、まあ、1ポ、200マイルを超えて、 取れるかななんていうふうに思いますので、まあ、ここはね、あの、よく計算していただいて、利用していただく必要がございますけども、まあ、200マイルごとにですね、1ポイント取れるっていう風になりますんで、私自身もね、ちょっとこれ使ってみたいんでね、いつか使ってみたいなっていうところですね。 それでは次に、手荷物一時預かりとコート預かりですね。こちらの指標がマイルで、積算基準は200マイルで、ライフステータスポイント1ポイントが獲得することができます。こちらね、サイズによってね、あの値段が分かれておりまして、こちらはまずね、手荷物一時預かりサービスなんですけども、羽田空港で 小サイズだったら400円、中サイズだったら600円、大サイズだったら1000円って言った形で、まあこちらね、封筒は小サイズなんで、まあスーツケースとかだとね、中サイズになって、まあスノーボードとかね、こういったものだとまあ、1000円になるっていう感じですね。まあこちらを利用していただくとですね、1個に対して20マイルがもらえるっていう風になりますんで、こちらね、200マイルで1ポイントっていう風になりますんで、 1>, 1個ね、20マイルなので、10回利用して200マイルっていうところですよね。で、小サイズ、まあ1日封筒が1日400円なんで、まあ4000円で1ポイント獲得できるみたいな、まあそんな感じになりますかね。まあこちらはね、あんまり利用する機会、まあちょっといろいろ海外飛び回るような方だったらね、結構いいのかななんていうふうに思うんですけども、で、次にコート預かりの方なんですけども、コート預かりサービスがこちらですね。 え、主要空港、四空港で利用することができて、え、一、え、成田空港の場合、1日から4日で1200円、5日から7日で1600円、8日から10日で1750円、11日で15で、 10日ごとに600円追加みたいな。まあ、こんな感じでね、利用することができます。JAL カード提示でね、マイルが貯まりますので、1着50マイルね、貯まるっていうふうになりますんで、指標はね、200マイルで1ポイントっていうふうになりますんで、まあ、1日、羽田だったらね、1日400円で1日利用することができますので、まあ、4日間預ければ1マイルがもらえるっていうことで、1600円で1ポイントっていうところですかね。 まあなかなか利用する機会少ないかもしれないんですけれども、まあ機会のある方はですね、これでもね、ライフステータスポイント溜まりますんでね、一応覚えておいてくださいっていう感じですね。で、次に JAL の住宅ローンですね。こちら確か SBI 銀行が提携して、 あの、ネオバンクのやつで利用することができると思うんですけれども、こちらね、200ポイント獲得することができます。この200ポイントはね、結構でかいですよね。ですけれども、えー、JAL の住宅ローンはね、まあ、正直何パーセントで借り入れができるのか、正直全然わかりませんので、まあ、これはね、あの、200ポイントもらったとしても、まあ、この住宅ローンってね、本当に高いのでね、なかなか難しい部分はございますけれども、一撃200もらえるっていうのは、 結構すごいですよね。ですけども、まあ、住宅ローン契約するんだったらもうちょっとくれよっていう気は、まあ、否めないかなっていうところですよね。それでは次です。JAL の株保有ということで、先日ね、あの、細かい話でしたと思うんですけども、今ね、JAL の株を保有していると、ライフステータスがね、もらえるようになりました。こちらね、今最低のね、100株購入するとだいたい267,800円かかるっていうふうになりますので、これはね、 267,800円。こちら余裕のある方は購入して放置していただくのはね、いいのではないのかなと思います。この株っていうのはですね、購入して売るときに株価が下がってたら損するし、まあ上がっていれば得するしっていうところなんですけども、 売るって決めてたらですね、損するかもしれないんですけども、あの、持っている分にはですね、損も得もね、関係なくね、ずっとこのポイントもらえていくっていうふうになりますので、まあ、余裕のある方はこちらね、入れていただくのはね、結構いいのではないのかなと思います。で、この2位から50のね、内訳なんですけども、先日ね、こちらプレスリリースで出ましたよね。 100株から499で2ポイント、500から999で10ポイントっていった形で、まあ、株を持っていればいるほど、えー、ポイントがね、えー、もらえていくっていった形になります。で、こちらね、注意が必要なんですけども、3月末日および同年の9月末日、両方の時点で保有されている株数に応じて、ポイントが積算されるっていうふうになりますので、 株数を減らしたりするとね、減った方で積算されてしまいますので、この点はね、注意が必要ですね。まあ、7000株とかね、持ってる人は、えー、毎年ね、50ポイントもらえちゃうっていうふうになりますので、これはね、本当にすごいですよね。まあ、でもね、100株購入するのに26万かかりますので、えっ、ー、と、7000株とか行くとね、多分1600万とかいるのかなはい、かなりのね、資金力が必要になりますけれども、まあ、一応ね、こういった感じでもね、ポイント取れるっていうふうになりますので、 100株購入するだけで2ポイントね、毎年取れるっていう風になりますんで、これはね、いいんじゃないかな、なんていう風に思いますからね。 はい。こういった感じでですね、ライフステータスポイントね、稼ぐことができるっていう風になりますので、まあ、国内戦ね、やはり一番おすすめっていうところで、まあ、4600円で5ポイントが取れちゃうっていう風になりますんで、これはやっぱりね、市場に強いですよね。で、10回登場すれば50ポイントですし、100回登場すれば500ポイントですので、まあ、ちょっと100回とかね、行っちゃうともう46万とか行っちゃうんで、あんまり現実的じゃないかもしれないんですけども、 ールの時にですね、修行のためにね、まあ、乗っていただくっていうのはですね結構いいのかなと。 思います。あとはね、やはりクレジットカードね、使っていただければなぁと思いまして、年間100万円決済できる方に関しては、年間20ポイント取れるっていうふうになりますし、200万円いける方は40ポイント、300万円いける方は年間60ポイント、400万円いける方は80ポイントっていった形で、利用額に応じてね、ポイント貯まっていくっていうふうになりますので、やはりクレジットカードをね、メインで使っていただいて、まあ、国内線のセールがあったらですね、ちょっと使用がてら乗っていただいて、あとはやはり やはりね、えー、先ほども言いましたけども、 両替ね、フル活用していただくとね、非常におすすめです。一律ね、ATM 出勤手数料200円かかってしまいますけども、だいたい4万3000円、ね、両替していただければですね、ライフステータスポイントね、1ポイント取れるっていう風になりますので、まあ一番お金をかけないでね、ポイントを取れるっていうのは多分これなんじゃないですかね。両替でマイルももらえて、しかもね、ポイントももらえちゃうっていう風になりますので、まあちょっとね、手数料がかかってしまう部分はございますけども、 お金をかけずにね、ライフステータスポイントを取りたいっていう方は、まあこれが一番おすすめになっていくかなっていうところですかね。はい。ということで今回ですね、JAL のライフステータスポイントの獲得のね、目安をね、解説させていただいたわけなんですけども、やはりね、本当に2024年になってからですね、JGC 修行っていうのは非常にね、大変になりましたよね。ですので、まあこちらはね、本当に JAL のね、サービスをメインで利用していただいて、 ライフステータスポイント修行ですね。まあ、ずっとやっていただいて JGC に、ね、なっていただくしかね、まあ、手はないのかななんていうふうに思いますので、これからね、利用されたいっていう方はぜひね、参考にしてみていただければなと。 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクレア診断、ポイントサイト診断ね、やっておりますので、こちらから無料で利用することできますので、ぜひチェックしていただくととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。